宮里明美は、日本の教育者、保育学者、お茶の水女子大学人間発達教育科学、研究所教授、文教区立お茶の水女子大学子も園園長、静岡大学教育学部附属幼稚園教諭、公立幼稚園の教諭を経て、お茶の水女子大学附属幼稚園副園長、十文字学園女子、大学人間生活学部教授などを歴任した。 日本の幼稚園教員及び保育学者である。十文字学園女子大学の人間生活学部や、お茶の水女子大学の人間発達教育科学研究所にて教鞭を取り、後進の育成に努めた。お茶の水女子大学の付属幼稚園では副園長を務め、久人と新能の入園から卒業までを見守ったことでも知られている。また、史上初めて、 国立大学が運営する子供園の園長を務めたことでも知られている。お茶の水女子大学に進学し、家政学部の児童学科にて学んだ。1978年3月、家政学士の称号を取得した。お茶の水女子大学卒業後は、静岡大学に採用され、教育学部の付属幼稚園にて、教諭に就任した。その後、東京都の公立幼稚園にて教諭を務めた。 さらに、母校である、お茶の水女子大学に採用され、付属幼稚園の副園長に就任した。その後、保育実践研究などを専攻する、保育学者となった。十文字学園女子大学に転じ人間生活学部の教授に就任した。人間生活学部においては、主として、幼児教育学科の講義を担当した。その後、再び、お茶の水女子大学に採用され、 人間発達教育科学研究所の教授に就任した。教学面では、主に文教育学部の人間社会科学科の講義を担当した。また、文教区が設置し、お茶の水女子大学が運営する、子ども園、文教区立お茶の水女子大学子ども園が2016年4月に新設されると、その初代園長に就任した。ありがとうございます。